どうもこんにちは、岩井です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。12月31日大晦日、名古屋は雨でございます。今ですね、午後3時40分、今年も残すところあと数時間というところまで来ましたけども、皆様1年間お疲れ様でした。そしてありがとうございました、大変お世話になりましたというところで、今年最後の動画配信なんですけど、テーマ何にしようかなっていろいろ考えたんですが、ライカ買うなら今しかねえっていうね、最後の最後で背中を押そうかというね、今回そういった動画にしようかと思っております。まあ無理にね、ライカ買えとかね、ライカいいよとか言ってるわけじゃないんです。これからライカ買おうかなって思ってらっしゃる方の少しでもなんかこう参考というか、あ、こういう人もいるんだな、あ、ライカ買うとこういうことがあるんだなっていうことが伝わればいいかなと思って今回、動画作っております。まずですね、今年ライカを通じて良かったこと、そして反省点なんかをね、語ってみたいと思っております。まずね、良かった点、まあライカ友達増えましたね。去年もね、たくさんの方とお友達になれたんですけど、今年はさらにライカ友達増えましたね。というのは、まあ僕は東京の方でね、写真展やったりだとか、まあいろいろ活動しております。なんかそのライカ飛び越えてね、写真ってこんなに素晴らしくて、写真撮ることってこんなに素晴らしいんだよっていう、こんなに楽しいことなんだよっていうことをね、なんか当たり前のことを気づかされた一年でしたね。だからそれはすべて、今年出会った皆様のおかげだったんじゃないかなと。はい、それはね、本当に良かったなと思っております。しかもですね、僕ね、これフォトブック出したりとかしたんですよ。これね、先ほど多分最後の購入者の方だと思うんですけど、ご注文いただきました。で、まあいろいろ年末のね、大掃除とか車の洗車したでしょ。もう今雨降ってきちゃいましたけど、で、髪の毛切りました、銀行の手続きやりました、さあゆっくりするぞというところのご注文いただきましたので、これがね、このフォトブックを発送、コンビニ発送なんでね、これを今から持っていくっていう作業が、今年最後のお仕事となりました。まだね、残っておりますので、はい、ぜひ、ご購入ご検討よろしくお願いします。今ご購入くださった方は、年賀状入れておりますので、よろしければ受け取ってください。ということで、だから今年良かった点は本当に、去年よりもたくさんの方々とね、なんか出会えたことかなと、やっぱりね、なんかこう出会いを呼ぶカメラかなと。ここら辺はね、他のカメラメーカーではね、ないところかなと。もちろんニコンとかね、富士とか熱いユーザーいらっしゃいますけど、まあ、ライカなんかやっぱり少ないですよね。キャノン、ニコン、ソニーと比べて、こう、なんていうのかな、シェア率っていうんですか、少ないので、なんかこう、少ない者同士でこう集まる習性があるのかどうか分かりませんけど、そこら辺がいいところかな、良かったなと思いましたね、今年もね。はい。で、フォトブックでしょ。あと、反省点は、写真に関しては、もう本当におかげさまで、もう本当 120% の表現ができたかなと。写真展やりました。でフォトブックこういったものを作ったりだとかやりましたんで、まあ、来年は引き続きね、写真撮り続けていきたいと思っております。来年は、東京の方でね、初めての個展予定しております。またぜひお会いしましょう。その時は東京でやります。春から夏にかけてぐらいの間でね、やろうかと思っております。初の個展開催ということで、で、まあ、今年の反省点ですよね。反省点は、まあ、YouTube かな。本当にね、僕 YouTube 好きなんですよね。見るのも撮るのも作るのも楽しいわけですよ。で、そういった中で、僕ね、もうすぐね、 YouTube を始めて丸2年になるんですけども、今年の僕の YouTube チャンネルはすごく伸びたんですよ。
本当に伸びて、本当にたくさんの方々に支持していただいておりましてですね、そこら辺は本当に皆様、感謝しております。ありがとうございました。ですが、個人的にちょっと挑戦してこなかったかなと。これがね、唯一の今年の反省点ですね。もっと攻めてもいいんじゃないかなっていうことで、まあ、なんていうの？カメラ系っていうんですか？カメラ系 YouTube ですか？僕ね、こういう言い方したらちょっと語弊があるんですけど、もうちょっと興味がないんですよね。カメラ系 YouTube。だから全然もう見なくなっちゃったんですよ。最近はね、ホリエモンチャンネルばっかり見ているっていうね。そういう次第なんですが、なんかこう、機材マウントみたいなね、そういう話になってるような気がして、カメラ系ってね。で、特に僕なんかもライカしか、扱っていないチャンネルなんで、だから、機材マウントとかもそんなどうでもよくて、自慢する気でもないですし、自分の好き勝手喋ってるだけだったんですが、こういう言い方したら、ちょっとなんか語弊があるかなとか、ちょっとね、躊躇していた部分もあってですね、これじゃあ他のカメラ系 YouTuber と一緒じゃんみたいになっちゃって、そこら辺すごく反省していてですね、まあ、来年はね、ちょっとどんどん新しい挑戦をしていこうかなと思っております。新しいというか、なんかこう、もっともっとこう自分らしいね、チャンネルを目指していこうかなと思っております。僕のチャンネル多分独特だと思うんですよ。なんかね、いろんな方見てくださってるみたいで、それこそ、まあ、名前は言えないんですけど、まあ、著名人の方とかね、たまに DM 来ます。で、あと、まあ、YouTuber の方ですとか、なんか、オリジナリティがあるっていうふうにね、言っていただけるんですよ。もう、本当に嬉しい。最高の褒め言葉。オリジナリティ。僕のチャンネルはね、もう、パクリなしですかね。パクリなし。大体パクってるんですよね、YouTuber って。でね、まあそういった中で、まあどん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 自分らしい、自分だけの表現っていうのを、やっていきたいなと。で、僕はまあ、もう YouTube こうやって作ってるのが楽しいんで、まあ来年はね、ほんとちょっと挑戦したいなと。まあ挑戦。もっともっとオリジナリティを高めていくチャンネルにしたいなと思っております。だから今年はそこら辺が欠けていたかなっていうところです。はい、YouTube に関して、まあ、反省点がありましたというところで。はい、それではですね、最後に、ライカ買うなら今しかねっていう、今回のテーマなんですけど、このお話をして終わりたいと思います。別にですね、急かしてるわけじゃないんですけど、買うなら今しかないんですっていう今回のお話です。これどういうことかっていうと、まあ、いわゆるね、プロカメラマンですとか、キャノンだ、ソニーだってやっていた人がね、もう最近軒並みライカに行ってるんですよね。で、もうライカのレンジファインダーにはまっちゃってるわけなんですよね。じゃあ今まで、どうしてたの？なんでライカ買わなかったんだろうって考えた時に、まあ、結局たどり着くところはライカなのかな。だから逆に初心者の方々、今までスマホで撮ってたんだけど、そろそろ、本格的なカメラが欲しいって思ってらっしゃる方、ぜひね、ライカ買ってください。ここは急いだ方がいいかもしれない。プロの方々も最近なんですよ、ライカ始めたの。だから、初心者の方々も、こういったね、こう、のし上がれるチャンスなんですよね、ライカに行けば。まあちょっと大げさかな。でもね、そんな気がしますね。だプロの方々も、なんで今までじゃあライカ行かなかったのかなって、軒並み、ライカ行くじゃないですか。キャノンだーってこうやってね、ごっつい望遠レンズでこうやってバシャバシャ言ってたのが、もう最近では、俺こそがミニマリストだみたいな感じでね、なんかこう、どんどんコンパクトになっていって、写真表現をしていっている。だから最近なんですよ、プロの方々がライカに行ったのと。もちろんプロの方々でも、昔からお使いになられてる方いらっしゃるのは、重々承知なんですけど、だからね、本当に初心者がのし上がるチャンス。だから、ちょっと無理をしてでも、ライカを買った方がいいんじゃないかな。ライカ買うなら今しかねえ。これですよ。来年皆さん、ライカ買いましょう。そして、お会いしましょう。僕ね、来年、東京で個展やりますんで、
お話ししましょう。はい、もう結局最後自分につなげるっていうね、自分の活動をこの YouTube につなげるっていう、まあそういうわけじゃないですけど、あの本当にライカ魅力的なカメラです。初心者だろうが、プロだろうがもう関係ないんですよ、うん、そこをお伝えしたかったんですよね。分かりにくいかな、まあ、またここら辺はね来年ゆっくりちょっとね面白い企画というか、もうさらけ出してさらけ出して来年は僕はね、YouTube やりますんで、あのそこら辺期待していてください。はい、もう気合入ってますね。もう他の YouTuber やってないことを僕はどん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 語っていこうかと思っております。パクりません。他の YouTuber パクります。僕はパクりません。オリジナリティを目指して来年は行こうかと思っております。はい、ということで今回の動画、今年の動画今回で以上となります。はい、本当にね今年1年ありがとうございました。もうね皆様のおかげでね、楽しい日々が遅れましたこの1年。また来年も一つよろしくお願いいたします。はい、お正月はね皆さんゆっくりしてくださいね。お仕事って方もいらっしゃるかと思います。あの配送業の方とかね、もろもろいらっしゃいますよね。そういった方はですね、あのちょっとねあのお体気をつけてお仕事頑張ってください。できるだけ早く帰って、ゆっくりしてください。はい、ということで、今回の動画以上となります。ぜひですね、チャンネル登録そしてグッドボタンの方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。今年1年ありがとうございました。良いお年をお迎えください。さよなら。